高卒30歳、年収500万、仕事ができない、かっこサボり癖のくせに上司の評価だけ12年じゃ語られてきました。30代になり人の上に立つ状態にあるのですが、このまま状態できることは可能だと思いますか？はい。それと今から違う方向の努力を行った方がいいでしょうか？まあでも上司の評価がいいっていうのは人に好かれる能力だと思うので、その能力はむしろ伸ばした方がいいと思いますよ。その取引先に好かれるとかとも一緒だと思うので、その年上の人に好かれる能力っていうのがある限りは50代ぐらいまでなんとかなると思います。なので今30歳で年収500万であればちゃんと貯金できてると思うので、50ぐらいまでに年収2000万ぐらいまで貯めとくと、まあこいつ無能だなって気づかれた時でも、まあ一応貯金これだけあるから大丈夫だわみたいになるので、ちゃんと貯金しておいてください。仕事内容が変わっても成果が出せて評価されるような人、もしくは無能から脱却したいです。 PLC エンジニアやってます。自分なりに睡眠よくしたら脳トレしてますが、成果が出た実感がないです。ひろゆきさんは無能脱却、もしくは少しでも有能になっても努力する、何がおすすめでしょうか？さ、仕事したら、そのさ、寝るとかさ、脳トレとかさ、仕事じゃないじゃん。上司から頼まれた仕事をできるだけ早くこなすとかっていう方が社会の評価は覚えがめでたいので、仕事した方がいいと思いますよ。28歳男です。私は無能で同期社員と比較し成績も悪くミスが多いのですが、不思議と上司たちに気に入られる通り怒られません。先日はお小遣いももらったほか、会社員なのにお小遣いもらえるの、上司にすごいね。部下がいないけれど役職ももらいました。先日飲み会の余興で若手で女装ダンスをしたのですが、その後50代男の上司からやたらと体を触られました。今度旅行にも誘われているのですが、断るべきですか？そういう趣味はないのですが、会社で楽ができるのであれば舐めるくらいなら頑張ります。旅行行ってらっしゃい。いや、もうそういうことなんで、好かれるのはいいと思いますよ。それでね、出世してお金もらえるんだったら安いもんですよ。はい。いや、まあね、旅行行くだけで済めばもっとお得ですしね。はい。まあでも面白いやつって思われてるだけだったら全然いいんじゃないかなと思いますけど。